デビ,デビット・ボーイ、デビット・ボーイ、デビット・ボーイ、本名デビット・ロバート・ヘイウッド・ジョーンズ、1947年1月8日から2016年1月10日は、イングランド出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター、音楽プロデューサー、俳優。グラムロックの先駆者として台頭し、ポピュラー音楽の分野で世界的名声を得る。役者の世界にも進出し、 数々の受賞実績を持つマルチアーティストとして知られている。1996年、ロックの殿堂入り、クラミー賞5回受賞、エネミー賞選出、史上最も影響力のあるアーティストなど。1947年1月8日、イギリスのロンドン南部ブリクストンに、ケント出身でウェイトレスをしていたマーガレット・マリーと、ヨークシャー出身で、 子供のためのチャリティ団体バーナードエースで広報活動をしていたヘイウッド・ステントン・ジョーンズの間に生まれた。本名はデビッド・ロバート・ヘイウッド・ジョーンズ。一家はロンドン南部のブリックストンとストックウェルの境界に近い40スタンスフィールドロードに住んでおり、ボーイは6歳になるまでストックウェルの幼児学校に通っていたが、1953年に一家はブロムリーの郊外に引っ越す。 子供の頃から音楽好きの父親が買ってくるフランキー・ライモンザ・ティー・ン・エイジャーズ、プラターズ、ファッツ・ドミノ、リートル・リーチャード、エルビス・プレスリーなどのアメリカのポピュラーロック音楽に親しむ。ボーイはイーフ系であるテリー・バーンズの影響でモダン・ジャズに関心を持つようになり、特にチャールズ・ミンガスやジョン・コルトレインに憧れるようになった。 ボーイが14歳になった1961年、母親はプラスチック製のアルトサックスを彼に送り、その後、早速地元のミュージシャンにレッスンを受けるようになる。1962年、ボーイは重傷を負う。学校でガールフレンドをめぐる喧嘩を起こし、その際に彼の友人のジョージ・アンダーウッドが左目を殴った。 ために、4ヶ月の入院と数度にわたる手術をその左目に蹴る羽目になった。結果として医師は、ボーイの視力が完全には回復しそうもなく、左目の知覚能力は不完全で、また常に動向が散大した状態であり続けることを確認した。ボーイの光彩の色が左右で違うのは目を殴られたためとの説があるが、先天性の光彩移植症によるものである。なお、 この一件にもかかわらず、二人の友達付き合いは、それからも続き、アンダーウッドは、ボーイの初期のアルバムのアートワークを制作した。1962年ボーイが15歳の時に、プラスチック製のアルトサックスを卒業して、本物の楽器を扱うようになり、また、彼にとっての最初のバンド、コンラッドスを結成した。このバンドでは、ギターかベースを担当し、主な演奏場所は、 若者の集まりか、あるいは、結婚式であった。バンドのメンバーは、おおむね4人から8人の間で、その中には、ボーイとガールフレンドを取り合う、アンダーウッドもいた。1964年6月5日に、ディビー・ジョーンズザ・キング・ビーズ名義で、最初のシングル、リザ・ジェーンを発表。しばらくは、ヒットに恵まれず、ザ・マニッシュ・ボーイズ。 ディビー・ジョーンズザ・ローアー・サードなどと名を変えたが、同じ歌手のデイビー・ジョーンズと紛らわしいことから、1966年4月のシングル、ドエニシングユーセイ」勢から使い始めたデビッド・ボーイで、やっと芸名が定着することになる。この、ボーイの名前は19世紀に活躍したアメリカの開拓者であるジェムズ・ボーイと、彼が愛用していたナイフである、ボーイナイフから取られた。 1967年6月、デビューアルバム、デビット・ボーイを発表。アルバム制作中に、チベット仏教に傾倒し、チベット難民救済活動を行うチベットソサイティに参加している。同年9月に、短編映画、イメージ、1968年への出演が決定し、その撮影の際に、臨税ケンプと出会っている。ボーイは、 ロンドンダンスセンサーでのケンプのダンスクラスに習い、ケンプの下で、コンメディアで、ダルテなどから学んだアバンギャルドとパントマイムによってドラマティックな表現を見つけ、そこから世界に対して見せつける自身のペルソナの制作に熱中した。1969年、前年に公開された映画2001年宇宙の旅をモチーフにしてアルバムスペースオディティを制作。 アポロ11号の月面着陸に合わせて、その直前にシングル、スペースをディティをリリース。全英チャート5位、全米チャート15位まで上がり、人気ミュージシャンの仲間入りを果たした。1970年、ミックロンソンをサウンド面での名優に迎え、世界を売った男をリリース。歌詞に哲学、美学の要素が含まれるようになり、1971年のアルバム、 ハンキードリーでその路線はに深まり、サウンドにも哲学、美学の要素が浸透し、ボーイはカウンターカルチャーの騎士としての地位を確立することになった。ミックロンソンが後に加入することになるグラムロックバンドのモッドザ・フープルは1972年3月解散危機に直面し、ボーイはモッドザ・フープルにすべての若き野郎どもを提供、同バンドの楽曲として、 大ヒットした。1972年6月、コンセプトアルバム、ジギースターダストをリリース。コンセプトに基づいて、架空のロックスター、ジギースターダストを名乗り、そのバックバンドである、スパイダーズ・フロム・マーズを従え、世界を股にかけた1年半もの長いツアーを組んだ。初期は、アルバムの設定に従ったものだったが、徐々に奇抜な衣装。 山本関西の衣装も多く取り上げている、奇抜なメイクへと変貌していった。アメリカツアーの最中に録音された、アラジン・セインは、架空のロックスター、ジギー・スター・ダストを演じるボーイというよりは、架空のロックスター、ジギー・スター・ダストそのもののアルバムになった。しかし、1973年7月3日のイギリスでの最終公演を最後に、ボーイは、この架空のロックスター、 ジギースターダストを永遠に葬った。一連のジギースターダストとしての活動で、ボーイはグラムロックの代表的ミュージシャンとしての地位を確立することになった。ジギースターダストを演じることをやめ、一息ついたボーイは子供の頃好んで聴いていた楽曲を中心に構成したカバーアルバムピンナップスを発表し、それを最後にジギースターダスト時代の唯一の名残である、 バックバンド、スパイダーズ、フロムマーズを解散させ、名優のミックロンソンとも離れることになった。1974年、そのような状況の中で、新規一転、原点回帰して、アルバムを制作することになった。作詞の際に、ウィリアム・バローズが一躍有名にした、カットアップの手法を導入した、コンセプトアルバム、ダイヤモンドの犬を発表する。 ジョージ・オーウェルの SF 小説1984年をモチーフに作られたアルバムだったが、オーウェルの遺族から正式な許可が下りず、1984年という言葉を代々的に使用してはならない、1984年の舞台化も許さないという制約で縛られることになった。1974年6月に始めた北米ツアーでは、 ロック市上空前の巨大な舞台 Z を導入し、絶賛されたが、相次ぐ機材のトラブル、防衛の体調不良などで、2ヶ月程度でツアーは中断することになった。その中断期間中にフィリーソールに傾倒するようになり、6週間の中断を経て再開された北米ツアーは全く別のものになった。1975年、カルロス・アロマーを名誉に迎え、 ヤングアメリカンズを発表する。全米1位を獲得したジョン・レノンとの共作シングル、フェイムを含む、このアルバムは、フィリーソウルからさらに一歩踏み込み、白人はいかに黒人音楽のソウル古ルさに近づけるか、というコンセプトで作られた。このアルバムの直後、初の主演映画、地球に落ちてきた男が、クランクインした。1976年、 自らの主演映画の内容に影響を受け、また長年の薬物使用、中毒で精神面での疲労が頂点に達していたボーイは、自らのアイデンティティを見直す作業を余儀なくされた。それは、前作と裏返しの、白人である、私、ヨーロッパ人である、私はいかに黒人音楽を取り入れるべきかという、方向に変わり、コンセプトアルバム、ステージオン2ステージオンとし結実した。 ボーイは再び架空のキャラクター、シン・ホワイト・デューク、痩せた青白き公爵を名乗り、それを演じた。ドイツでのライブはナチズムを強く意識した、ステージ構成になった。インタビューでは、ヒトラー用語発言を行い、ファンの前では、ジーク配慮をやったとの騒動が起き、メディアからは、激しいバッシングを受け、危険人物とみなされることも多かった。 ツアーの終了後、薬物からの構成という目的も兼ねて、ベルリンに移住し、ひそやかに音楽作りを始めた。1977年から1979年にかけて、ブライアン・イーノとのコラボレーションで制作されたアルバム、ロー、英雄夢語り、ロジャーは、後に、ベルリン三部作と呼ばれることになる。ロンドンパンク、ニューウェーブ前世紀の中で、あえて、プロトパンク、 オールドウェーブを全面に出した。1980年、再び、アメリカに戻り、ニューウェーブを全面に出した、RCA 時代最後のアルバム、スケアリーモンスターズを発表した。初ヒット曲の、スペースアデティの登場人物、トム・ショーサを、再び登場させ、アッシュズ・ツー・アッシュズで、彼のその後と自分を重ね合わせて歌い、ボーイは、カルトスターとしての、デビット・ボーイと、 別することになった。一転して1980年代はナイル・ロジャースをプロデューサーに起用したアルバムレッツ・ダンスはキャリア最大のヒットアルバムとなりファン層を広げた。1983年のシリアス・ムーンライトツアーでは新しいファンをも取り込んでの大規模なワールドツアーを大成功させカルトヒーローからメジャーロックスターの座に着くことになった。ただこの頃から 以前のようなカルトなアーティスティックな作風から、ポップロック路線へと作風が変化するが、瞑想と模索の時期ともなった。この頃のボーイは、俳優としての出演も多い。1989年、ボーイはゴージャスなサウンドと、ステージからイメージチェンジを図り、シンプルなロックバンド、ティーンマシーンを結成。スタジオアルバムを2枚、ライブアルバムを1枚リリースする。その後、 過去のベストヒットメドレー的なコンサートとしては、最後と銘打って、サウンドビジョンワールドツアーをい、過去の総決算を果たそうとした。1991年にティンマシーン2を発表。この後、現在までティンマシーンのアルバムはリリースされておらず、正式な解散発表はないものの、事実上の解散状態となる。 1993年には、モデルのイマン・アブデル・マジドと再婚。そして、ナイル・ロジャースと再び組んで6年ぶりのソロアルバム、ブラック、タイ・ホワイト・ノイズを発表、トゥナイト以来9年ぶりに、全英1位を獲得する。1995年には今度は、ブライアン・イーノと再び組んで、アウトサイドをリリース。その後、1997年に、アース・リング、 1999年には、アワーズをリリースする。メジャーなロックスターには珍しく、1990年代の、ボーイはコンスタントに新しい作品の発表と、ツアー活動を行い、時代の実験的なアプローチを導入し、復調の兆しを見せる。2000年代に入っても、創作意欲は衰えず、2002年に、ヒーザン、 2003年に、リアリティと立て続けにアルバムを発表し、大規模なワールドツアーを開始する。その中で8年ぶりの来日公演も果たした。しかし、このツアー中に、ハンブルクにて、動脈瘤による全胸部の痛みを訴え緊急、入院、残りの14公演を急遽中止した。この一件以来、ボーイは創作活動には消極的となり、 2004年のネバーゲットオールド、リアリティからのシングルカット以降は2013年までリリースされていない。公の場に姿を現したのも2006年にデビッド・ギルモアやアリシア・キーズのライブにゲスト出演した程度で表だった活動はほとんど行われていない。信仰の深いブライアン・イーノは2010年初頭のインタビューで ここ数年のボーイはすっかり創作活動への意欲をそがれてしまったようで、この調子だと新作は当分ないだろうと語っている。同年が秋、妻のイマンのインタビューによると、近年のボーイは自宅でアート作品の制作や執筆にいしんでおり、その生活に満足していると語っている。現在は自身が収集した100個以上のオブジェを撮影し、それに、 自身のテキストを添えた書籍、ボーイ、オブジェクトを執筆中とのことであるが、観光期日などはまだ明らかにされていない。ボーイが第一戦に復帰することについては本人次第としている。2011年には、ボーイの電気を手掛けた作家、ポール・トリンカによると、よほど劇的な作品を届けることがない限り、もう一戦には戻らないだろうと、ボーイは、 実質的にほぼ引退したという見解を述べている。同年3月には、2001年にリリースを予定していたという幻のアルバム、トイがインターネット上に流出するという事件が起こった。2013年1月8日、ボーイの66歳となる誕生日に突如、新曲、How Are We Now? と10年ぶりとなる新作、The Next Day を3月に発売すると発表。 先行シングルの、ホ h アー e a r ナウ Now? は、全世界119カ国の iTunes Store にて、一斉配信開始され、リリースから24時間で27カ国の iTunes チャート1位になった。余談だが、ボーイ重病説を信じたエコーザバニーメンの、フロントマン、イアン・マッカロクは、彼は亡くなるものだと思い込み、トリビュートソングを作っていたため、 突然のカムバックに驚かされたらしい。2015年、自身が1976年に主演した映画、地球に落ちてきた男が舞台化され、自身もプロデュースを担当することが発表される。舞台化作品のために、新曲の書き下ろしと、過去の楽曲がアレンジされて提供される。2016年1月10日、18ヶ月の闘病の末、 カンガーにより死去したことが公式 Facebook にて公表された。2日前の69歳の誕生日にアルバム、ブラックスターをリリースしたばかりであった。その収録曲、ラーツァルスは、自らの死期を悟っていたボーイが、プロデューサーのトニー・ビスコンティと共に、ファンへの最後のメッセージを盛り込んだ内容となっている。アルバムは、自身初の全米チャート1位を獲得した。2017年、 以作となった作品、ブラックスターがグラミー賞で最多の5部門を獲得した。最初の妻は、モデル出身のメアリー・アンジェラ・バーネットと1970年に結婚。翌年、長男・ダンカン・ジョーンズ、現、映画監督を授かる。1980年に離婚。1992年にスーパーモデル、イマン・アブドゥル・マジドと再婚。2000年に、 長女アレクサンドリアザーラ・ジョーンズが生まれている。大抵、名声を得たミュージシャンは、その時点までに確立した己のスタイルを貫こうとし、ファンも、またそれを望んでいるものだが、ボーイの場合はスタイルを変化させることによって、ファンをしつき券をものともせず、様々なジャンルにわたる大胆な音楽性の変化を、繰り返し、それぞれのジャンルにおいて、エポックメイキングな作品をリリースしている。 時代ごとに超個性的なミュージシャンたちとコラボレーションを行うのみならず、はるか年少のアーティストたちとも積極的に交流する柔軟さも持ち、批評的、商業的なリアクションはその時々で、不定ながら、生涯とん欲で、全身的な創作を続けた。そのためか、1970年代、1980年代以降のミュージックシーンは、 何かしらボーイの音楽的影響を受けているミュージシャンも多い。ジャパンやデビット・バーン、カルチャー・クラブ、ビサージ、スパンダー・バレー、デュラン・デュラン、トレント・レズナー、ビリー・コーガンなど多方面にわたる。また、メジャーなカルトヒーローと言われ、時代時代の音楽に対する明敏さを生かし、それまでとは打って変わった音楽性という実験を繰り返しながら、 様々な意味での自己刷新を図ることが多いため、安定した商業面での成功を収めるには不利と言えるが、セールス的には成功している部類に入り、ただし、いわゆるロックレジェンドとしては、格段に、総セールスが少ない、アーティスティックな面と商業面をうまく両立させている、数少ないミュージシャンである。1973年には、初の日本公演を果たしている。ボーイは、 飛行機恐怖症であったことから、来日に際しては、アメリカ合衆国から船で来日し、イギリスへの帰国の時も横浜港から、ナホトカ航路を経由して、ラジオストックからシベリア鉄道に乗車したという逸話もある。2000年に、大英帝国勲章コマンダーを、2003年には大英帝国騎士号をそれぞれ除訓自体しているが、1999年に、 フランス政府より授与された芸術文化勲章コマンドールは受賞している。ボーイの初めてのメジャーな映画出演は地球に落ちてきた男であり、それは演劇エレファントマン同様の賞賛をもたらした。この作品での演技が評価されて第4回サターン賞の主演男優賞を受賞した。それ以前の映画出演としては1969年の前衛映画に パントマイムとして出演している。以降の役者としての経歴は散発的なものであった。1983年には、大島なぎさ監督の戦場のメリークリスマスに、英軍将校、ジャック・セリアズ役で出演した。また、1984年には、眠れぬ夜のためにで、殺し屋の葉役を、マーティン・スコセッシ監督の最後の誘惑ではピラトを演じた。 戦場のメリークリスマスは一部の批評家に感銘を与えた。しかし、自作のロックミュージカルビギナーズ1986年は失望と非難の的となった。同年彼はジムヘンソン監督のラビリンス魔王の迷宮でゴブリンの王ジャレスを演じた。彼はまたハンガーでカトリーヌ・ドヌーブ、スーザン・セランドンと共演し、バスキアでは アンディ・ウォーホル役を演じた。ツイン・ピークス・ローラ・パーマー最後の7日間では、ミステリアスな FBI 捜査官、フィリップ・ジェフリーズ役で出演した。ボーイは2002年の100人の偉大な英国人の中に、デビット・ベッカム、ウィンストン・チャーチル、ジョン・レノンといった人物と並んで選出された。過去のバウンス氏によれば、ボーイは60年代のヒッピーに激怒したことがある。ボーイは、 ヨーロッパの芸術、貴族への同型を持ち続けた。それがエスカレートしたのか、70年代にファシズム支持発言をしている。1974年にはボーイは、イギリスはファシズムのリーダーになる用意があるとの問題発言を行った。また76年のプレイボーイ氏のインタビューでは、ロックスターは皆、ファシスト、ヒットラーはロックスターだったと再度の問題発言をしている。 同時期に、レゲエやブルースで財産を築いたエリック・クラプトンも、ライブで、ジャマイカ系の移民や有色人種に対する、差別発言をしている。また、クラプトンは、排外主義で、レイシストの右派政治家、イノック・パウエルを支持するとの発言も行った。クラプトンやボーイの問題発言に激しく反発した、若者を中心にした人々は、ロック・アゲンスト・レーシズムの運動を実施した。近年、 日本でも、この運動を模倣する集団が現れたが、複数の主催者が、差別発言をして、運動は終焉した。デビッド・ボーイが大の日本好きであったことはよく知られており、一時期、京都に居住していたことがあった。彼のステージパフォーマンスには、日本文化の要素がいくつも取り入れられている。このことを示す事例は、異星人という設定のジギースターダストや、 ジェローム・ニュートンのコスチュームなど、埋挙に糸間がない。ボーイは特に、歌舞伎の様式日やお山という要素に、大きな影響を受けた。古代、坂東玉三郎に、お山の化粧のやり方を教わることすらしたが、お山の化粧をそのまま真似することはせず、むしろお山に、両性具有的魅力を見出し、ステージへの応用ができるかを模索した。また、復職史研究者、ヘレーネ・ティアンによると、 ボーイは歌舞伎の早変わりの要素をステージパフォーマンスに入れた最初の欧米人であるという。ボーイはスペースサムライと名付けた日本の袴にインスパイアされた衣装や着物にインスパイアされた衣装を好んで羽織り、曲の合間などに早変わりするパフォーマンスで観客を魅了した。ボーイが日本文化に興味を持ち始めたのはロンドンで1960年代に舞踊家。 人生憲夫のダンススクールに通っていた時であった。絹笠定之助の無声映画に影響を受けたことを辞任するケンプは、生徒のボーイに、竹光徹を聞かせ、共に、日本の伝統芸能、脳や歌舞伎を研究した。1967年には、チベット仏教の僧侶になろうと本気で考えていた、ボーイであったが、ケンプのレッスンをきっかけとして、木僧に生きる僧侶とは、正反対の、 ロックスターという、手やかな株音力の世界へと、人生の進路が決まった。ボーイが、北米市場で成功しようともがいていた1970年代に、大きな助けとなったのが、服飾デザイナー、山本関西との出会いであった。山本は1973年のジギーや1976年の、アラジンセインの衣装をデザインした。今日では、 ボーイのような立場は、異文化から要素をただ盗んできただけと急断されがちで、あるが、前述の復職史研究者ティアンによると、日本からボーイに対して、このような苦情が申し立てられることは、まずないという。彼女によるとその理由は、ボーイは、自身の創造性を、東西文明を融合させ、戦後世界を癒すために捧げたが、これは、ボーイの日本への敬意の現れであり、日本人も、 彼の敬意を愛しているからだ、という、ボーイの不法に際し、阪急電鉄は公式ツイッターで、6300、軽電車をバックに撮られた、ボーイの写真とともに、ツイートメッセージを送った。1999年、フランス芸術文化勲章コマンドール。1999年、バークリー音楽院名誉音楽博士号。詳細な作品に関しては、 デビッド・ボーイの作品を参照のことは、ティンマシーンの活動時にリリースしたもの、元ハーマンズ・ハーミッツ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。